えー、よく人は失敗をして成長すると言いますが失敗をするのはとても怖いですそもそもビジネスにおいて成長って必要ですか、えっとなんか失敗をするのが怖いっていうのが多分その失敗をして何を失うかだと思うんですよね。例えばひげょやりさんっていうあの僕の知り合いの性格の悪い死んだ魚目をしてるお,おっさんがいるんですけどあのおっさんしゃべることは大体面白くないし滑るんですよ。 でそので彼も自分が言ったことは滑るのを自覚してるし彼の周りの人も彼が面白いことを言うとは何も思ってないのでなのでそのつまらない滑ったことを言ったとしても別に誰もそれを彼の失敗だと認識しないんですよ。でもその自分面白いっすって売りの人が多分つまんないこと言うとつまんないじゃんって失敗になるんですけどそこをつまんないっていうのをじゃあ失敗と見なすかどうかって本人の主観の問題だと思うんですよね。 なので、その何をもって失敗とするかで、例えばじゃあ、ビジネスをやった結果、なんかあの右足がなくなりましたとか。 なんかその薬剤屋さんに怒られてなんか左手首持ってかれましたってなるとこの子の人生大変だから失敗って思うかもしれないですけど例えばじゃあそのビジネスをやってる人が乙武さんだったとしてもう右手右足右足左足全部なくなっても元々じゃないですかだからなんかあの手足持ってかれるぐらいならいくらでもどうぞっていうビジネスマン乙武忠宏さんがいて広田さんがいる場合は多分その失敗にはならないと思うんですよねなのでその何をもって失敗とするかっていうその自覚の問題だと思うんですよね で、別にあの、そのトランプ大統領、元トランプ大、トランプ元大統領も自己破産5回ぐらいやってるんですよね。なのでビジネスやって、そのなんか自己破産になりましたっていうのを失敗ってカウントする人もいるかもしれないですけど、少なくとも大統領になるまでに5回破産した人いますよと。で、リンカーンも確か2、3回自己破産してんじゃなかったかな。あの、アメリカのリンカーン大統領、今ではそのなんかあの、 優れた大統領であるうちの3人のうちの1人として名前を挙げられたりする人なんですけどなので別にその失格とか失敗とか思わなければいいってだけの個人的な主観の問題なんじゃないかなと思うんですよね。